風によっては三重とか愛知とか、はい、そっちの方に見たりして、はい、四国の方に見たりとか、あーごめんなさい、はい、これありがとうございます、はい、もうなら、ありがとうございます、この時お互いはみんなで助け合って生きているような、そういう地域や意味を一緒に作っていきたいと思います。暑い夏ですけども元気に頑張りましょう。おめでとうございます。皆さんも一緒にと楽しませていただきます。ありがとうございます。制度というものを新しく作っていこうじゃないか。今だけではなくて将来も確実に保障される、少なくとも無年金のお年寄りというものをなくしていこう。将来の年金は生活保護の水準よりは高い年金水準にしていこう。そのために必要な財源を、おはようございます、安易に借金で賄う子供や孫の世代に今生きる人たちの社会保障のツケを回すというようなことはやめようじゃないか。そのための社会保障制度というものをきちんとした安定財源とともに作り直していこうというのが今回の社会保障と税の一体改革の大きな考え方です。消費税率を2年後にプラス 2%、 3年後にプラス 5%お願いをすることになっております。その消費税の税収を社会保障のために使うんだという使途を明確にいたしまして、年金、医療、介護、特に子ども子育ての分野に重点的にその収入を割り振っていくという、そういう仕組み作りを今国会で審議させていただいております。ありがとうございます。
ございます。いらっしゃいませ。